こんにちは、名古屋大須のアビシルバーズです。今日ご紹介しますのはこちらのベストになります。こちらですね、オーダーメイドで受けたまわった商品になります。もともとはですね、こちらのベストけれども、こちらの方を見ていただいて、後ろがないバージョンですね、ご自分のワッペンをつけたいということで、同じ作りで、こちらはワッペンありです。で、こちらがワッペンなしでお作りいたしました。で、こうやって並べてみると少しこう日に焼けた感じがわかりますね。こちらの方が前に作ったので、こちらは新作のベストになります。基本的にはここの部分が黒子のものは何度も作ったんですけども、今回ちょっとこうレザーを入れることによってちょっと金額が落ちるのと、あとこう見た目もかなりクロコダイルのものとは雰囲気が変わるので、それも結構面白いですね。こちらの方が、全く同じ形で、この部分が、こちらがワニ側、こちらがレザーカービングになっています。全く同じの形でもワニ側と牛側になることによってかなり雰囲気が変わります。今回は牛側の方で、カービングの方で作りました。で、よく見ていただくとわかるんですけど、すべて手作業で作ってあるんですけれども、カービングっていうのはですね、レザーに絵を描く感じで作っていくんですけれども、まず、紙に絵を描いて、それをここの革に移して、で、特別なカービングの道具を使って一個一個絵を描いていった後に、こう、ハンマーで工具をこう叩くことによって、こう模様をつけていく技法になるんですけれども、これですね、レザーを作れる人が誰でもできるわけではなくて、かなりこう技術がいるものになります。で、見た目よりかなり時間がかかるんですね。で、これはここの部分だけ染色しています。こちらの方も見ていただきたいんですけれども、こういう風にちょっとポコッと盛り上がった風になってるので、これも面白い作り方かなと思います。で、かなり手が込んでいますね。で、中の方はチャイニーズシルクが使われています。あとですね、オプションでこういう風に内側に、このポケットの下部分にこのように名前も入れることができますので、こういうカスタムオプションなども追加可能です。で、サイズの方が XL になってます。で、お客様によって L がいいとか M がいいとかもありますので、もちろんお客様のサイズに合わせて作ります。こちらが結構ハードレザーなんですけれども、この本体の方がとっても柔らかいので、こう着心地が結構いいかなと思います。使用していくと、この部分とこの部分、革の質感がかなり違うので、こう使っていって変化が見るのも面白いかなと思います。で、使っていけば使っていくほど、もちろんこちらの方も柔らかくなりますし、こちらはだんだんオイルが出てツヤツヤになってきますし、こういいとこ取りのようなものが見えるんじゃないかなと思います。後ろはかなりスペースがあるので、こちらにお好きなワッペンを貼ったりとかですね、チームのワッペンを貼ったりとか、そういうこともできます。あとこういう風にアジャスターって言うんですけれども、調節機能がついてますので、今 XL なんですけれども、もうちょっと大きく XXL のサイズにもなるんですね。基本このベストっていうのは、まあ夏に着るときはまあ T シャツとか、あとまあロンティーの上に着るんですけれども、冬なんかはライダースの上になんかも着るので、そうするとワンサイズ大きくしたいなっていうのもあるので、その時はここを広げることによってサイズが上がります。で、あんまりベストっていうのはブカブカに着るものではないので、これを大きくしたり小さくすることによって季節にも合わせることができます。この方は、こちらのこの見本があったので、この見本の通りにですね、ただワッペを自分でつけたいよっていうことだったので、こちらと全く同じように作成の方はしたんですけれども、ご希望によって赤色がいいとかですね、このレザーの部分を赤にしたいとかですね、この色を変えたいとか、そういうことももちろんできますので、プラス、この模様、今、ユリのデザインですね、が入っていますけれども、こちらをバスケット柄にしたいとかですね、あと、自分のチームのロゴが入れたいとか、そういうこともカスタムで可能ですので、YouTube の概要欄の方にリンクの方が貼ってあります。そちらの方からメールとかですね、LINE とかでもメッセージ受け付けておりますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。